はい、こんばんは、東間通樹です。今日の話はですね、マック赤坂さんっていう、なんか東京都知事選挙でも立候補で出てた方なんですけど、この方がなんか準強姦の容疑で書類送検されたとも書かれてるんですよね。逮捕はされてないみたいで、今のところなんか送検はされてるみたいですね。はい、なんか見てみますと、マック赤坂さんは一応まあ容疑者、読売新聞だけマック赤坂容疑者って書かれてるんですよね。前のもっと TOKIO の間口達也、まあ、容疑者、本当は一応他ではメンバーって書かれてたんですけど、まあ容疑者、読売新聞だけ容疑者になってたんですよね。それと同様、マック赤坂氏、まあって書かれてるんですけど、読売新聞だけは容疑者って書かれてたんですよね。はい、まあマック赤坂容疑者ってなのかな、まあ一応、はい、まあそのね方がね、女性をもうなんか暴行、大変なことになってますね。まあなんか読売新聞の記事を見ますと、なんかね、これなんですけど、はい、一応酒に酔った女性に乱暴したとして警視庁赤坂署がスマイル等のマック赤坂容疑者69歳を準強姦と脅迫の疑いで書類送検したとしたことが同署幹部への取材で分かった。赤坂署幹部によると、この本名は戸波誠容疑者って書かれてるんですよね。はい、戸波容疑者は2016年4月17日深夜、自宅マンションに酒に酔った女性を連れ込んで性的暴行を加え、同9月18日、ずいぶん前なんですよね。これ見てみますと2016年ってもう2年前なんですよ。確かこの当時は確か、そうです、2016年4月17日に連れ込んで性的暴行を加え、同9月18日には乱暴したことを咎める女性に対しビデオで録画しているなどと言って脅した疑いでと書かれてますね。女性は当時戸波容疑者の支援者だったという。調べに対し戸波容疑者は合意の上だったと容疑を否認していると書かれています。戸波容疑者はマック赤坂の名前で16年都知事選や13年の参院選などに立候補し落選していると書かれてますね。いやーね、なんか他には産経新聞とかでは、懇親会、飲食店の懇親会で女性は事件前、東京都港区の飲食店でマック赤坂氏と支援者らの懇親会に出席し飲酒、女性は酔い、気づいた時には同氏の自宅にいたというとも書かれてあるんですよね。まあマック赤坂容疑者って言ったら、選挙で政見放送でこのスマイルってかな、スマイルしてますかって言われるやつなんですけどねまあどうしたんですかね、マック赤坂容疑者は一体ね。マック赤坂様は一体どうなったのかね。やっぱ容疑否認してる、まあ逮捕はされてないんですからね。これ一体どうなってるのかはまだちょっと具体的にはわからないんですけどね。まあマック赤坂容疑者の経歴見ますと、京都大学卒業で伊藤忠商事っていう大手企業にも勤めてて、なんかスマイル等とか、なんかスマイルなんかセラピーなんとかかんとかとかなんかの代表でもある方なんですよね。すごい経歴があるなと思いましたね。どうしたんですかね、マック赤坂さんは一体。なんかね、
一体どんな角かなっていうのがちょっとあれなんですけどね。はい。まあスマイルってなんか知ってますかって、なんかスマイルが大好きな方なんですね。いやー、僕はまあどんなね、マック赤坂さんは一体どうなってるのかがね、あれですね。はい。まあ今日はこれぐらいにしときますね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。スマイル。